皆さんこんにちは、J です。今日は皆さんが面接に行った時に使えるマナーをお伝えします。現在日本で仕事を探している方は覚える必要があるマナーだと思いますので、こちらの動画で面接の準備をしてください。私は現在日本に住んでいる外国人を介護の施設に紹介する仕事をしています。今まで4年間400人以上の外国人に仕事を紹介していますが、ほとんどの方が日本の面接のマナーを知らないことに気づき、このような動画を作ろうと思いました。これから伝えるポイントを練習しておけば、より良い仕事を見つけることができると思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。では、まずは面接前の身だしなみについてお伝えします。服装。服装は清潔感があるスーツがいいです。職場によってはスーツではなくても良いと言われる場合がありますので、その時はシャツ、ジャケット、ブラウス、ガーディガンなどが良いです。派手なデザインや色よりシンプルな服装が良いです。どの職場の面接でも絶対良くないのはダメージジーンズや露出が多い服です。次は靴ですね。職種によっては靴を脱いで面接室に入る場合がありますので、スーツに合う色の脱ぎやすい靴を用意しましょう。靴が汚れていないのかも必ず確認してください。次はカバンです。黒か茶色が良いです。女性の場合、柄が入っている派手なブランドのバッグは避けましょう。髪型はあんまり明るくない、顔色に合う自然な色をおすすめします。特にアジア人は金髪に染めてはいけません。次は爪ですね。男性の場合は短く切った方が良いです。女性の場合は職種によってマニキュアが使えない場所がありますので、事前に調べて準備しましょう。それから香水は使用しない方が良いです。あと化粧が濃くならないようにしましょう。では次は受付でのマナーについてです。1番目、時刻は
絶対してはいけないです。遅刻はよくありませんので、早めに家を出ましょう。面接の時間より10分前には到着するようにしましょう。やむを得ず遅れる場合は、必ず面接先に電話を入れ、到着の時間を伝えましょう。2番目は、コートを着ている場合は、面接先のビールに入る前に脱ぎ、腕にかけましょう。3番目は、携帯電話はマナーモードより電源を切った方が良いです。4番目は、受付に行ったら次のように要件を伝えます。本日、丸字に面接のお約束をさせていただいております。何々と申します。人事5段との何々様にお取り次ぎお願いします。5番目。担当者を待つとき、携帯を見たり、本を読んだり、キョロキョロしてはいけません。姿勢を正して、静かに待ちましょう。次は、面接時のマナー第2番目ですね。第2番目は、面接の部屋に入る時のマナーです。1番目、名前を呼ばれたら、ドアを3回ほどノックします。返事があったら、失礼しますと言った後、入室してください。ドアを閉める際、必ず振り返って自分の体をドアの方に向け、静かに閉めてください。2番目、ドアを閉めた後、面接官に元気良い声で下記のように挨拶します。本日はお時間をいただき、ありがとうございます。何々と申します。よろしくお願いいたします。挨拶するときは、男性の場合、手の位置は脇に、女性の場合は体の前に揃えます。面接部屋に入った後は、面接官から名刺を渡される場合があります。その時は、下記のポイントに注意する必要があります。名刺の受け取る時の注意点1番目。名刺を受け取る際は、机を挟んではいけません。必ず
立って名刺を差し出している相手に向かって名刺を受け取ります。2番目は、名刺は両手で受け取り、お礼を先に言ってその後お辞儀をします。3番目、名刺を受け取ったら軽く見ます。4番目、いただいた名刺は自分から見てテーブルの左側に置きます。5番目、役職が一番高い人の名刺を一番上に置きます。次は面接の部屋に入る時のマナー3番目です。面接官に、どうぞお座りくださいと言われてから椅子に座ります。その時の注意点は、足を組まない、手をデスクの上に置かない、膝の上に両手を置く。では面接の部屋に入る時の面接のマナー4番目です。カバンは必ず椅子の横、床に置きます。次は面接中のマナーです。面接官がチェックするところは、立ち振る舞い、言葉遣い、姿勢、表情、コミュニケーションの取り方などです。詳しく説明すると、1番目、話し方。面接官の質問をよく聞いてから答えます。答える時の注意点は、話すポイントが長くならないように簡潔に答えることです。例えば、応募動機を聞かれた場合の答えは下記です。応募動機は3点あります。1点目は何々、2点目は何々、最後は何々と答えます。応募してる会社をよく調べて、応募動機などをすぐ話せるように練習しましょう。話すときは、はっきりとした声で、適切な敬語を使うようにしましょう。それから、適当なジェスチャーを使うのも良いです。2番目は、表情です。面接中の目線は、面接官へ向けるようにしましょう。面接官が複数いる場合、話している面接官に向けるようにしてください。リラックスした表情で話すようにしましょう。それから、笑う
場面では大笑いをしてはいけません。微笑む程度が良いです。次は退出時のマナーです。面接が終わった後は、本日は面接のお時間をいただきまして、ありがとうございました、と話します。面接部屋を出る際には、面接官に向かって、失礼します、と言ってから、ドアを静かに閉めて退出します。以上が私がまとめた面接マナーです。よろしければこちらの動画を繰り返し見て面接の練習をしてください。皆さん、本日はお疲れ様でした。ありがとうございます。